はい、皆さんこんにちは。下町ぶっ飛び TV です。今日はね、やさついてっていいですかということで、足立区、ここは鹿浜なのかな、足立区の荒川、こちらへやってきました。情報によりますとね、この水門、このワンドの脇を入っていくと、ホームレスの方がいるということで、早速調査していきたいと思います。このようにね、獣道みたいな、お、しっかりとした獣道が、ここを入っていくと、あったぞ。マシンが3台、小屋がね2軒ほど立っております。おお、1軒はすごいぞ。中2階みたいになってる。言ったら水を水害に合わないようになってるのかな。おっと、マシンが1、2、3。おーおーおお、出たぞ。こんにちは。おー、どうも。なんか、うん、今ね、やさついてっていいですかっつって、ホームレスの方のお家を拝見させてもらおうと思って。それで、私お宅だってどこの人？俺は千住です。いや、千住でもどこでもいいんだけど、うん、いやいや、ホームレスが先日したって、はい、拝見したってしょうがないでしょ、あれだけど。いや、ですね、やっぱこういったホームレスの方たちのお家を気になってるっていう人が、いや、これ何撮ってんの？おやじさんは、地元はどこなんですか？いや、地元はどこだって、俺は地元は向こうで山谷で仕事してるから。ああ、じゃあ山谷から、こっから山谷まで通ってるっすか？いや、通ってるわけじゃないけど、俺ここじゃ考えやったりいろいろしてるわけだよ。あ、それで俺食ってるわけだよね。で、仕事があると向こうへ行くわけ。収入は、じゃあ主には缶がメイン。うん、そう、缶と仕事だよね。最悪から日払いで行ってるから。ああ、今日払いで大体いくらぐらいもらえるんですか？いや、いくらさて安いよね。このお宅は、警察にも登録されてるって。登録されてる。写真も撮られてるんだよ。役所もちゃんと来てるから。何の登録なんですか？いやいや、ここにね、回ってくんですよ。はい。バイクで来て、見ないですか？バイクで来る人。はい。国土交通省、はい、あれとね、福祉事務所が月1回来てんですよ。ああ、ちゃんと元気でいられるかどうかっていうのを確認で。大丈夫ですか、風邪ひいてるのしますか、体の具合どうですか。もうそれで来てるわけ。おやじさんは失礼ですけど、今おいくつなんですか？いや、私は年ですからね、顔見てもこれだ年。80ぐらいですか？まあ80までいかないだろうけど、まあいい年ですよね。じゃあ70から80の間ぐらい、うん、そうですよね、うん。どうしてこういったホームレス生活をされてるんですか？いや、ホームレス生活したってしなってんで、これは自分のそんなのしたらみんないっぱいあるでしょ、うん、いろいろなんかあったからやるだけじゃってね。なんか過去に、あ、その奥の家の、うん、言ったらそれ空中に浮いてるような、いや浮いてないよ、家になってる、作りになってるのは。そっちもお住まいなんですか？だからこっちが壊れちゃったんでしょ。あ、じゃあ今はそっちの奥に、奥で寝られてるんですか？まあ両方でやってるけどね。ああ、うん。これびっくりした言葉ですよ。これはカッターは、これ護身用に。いや、カッター言わない。今これ柿食ったでしょ、これ。ん？柿。あ、柿を取って食べられてるんですか？そうせくて、皮剥いたからここ置いてあるだけで、洗って乾くまで。どこに柿がなるんですか？いや、柿を取って買ってくるでしょ。あ、この辺になるんじゃないのか。この辺じゃないですよ、何も。あ、買ってきて、うん、で今これで柿を剥いて食べられるのか。柿を剥いたり、いろいろしておくことしてるし。ご信用ではないんですか？ご信用したって、はい、それはいろんな人が来るからね。まあ、少年が襲ってきたりとか、そういうのもありますよ。そういう時はこのカッターで応戦すると。そういうことはしないですよ、ただ置いてるだけだから。ああ、ちゃんと屋根もあれですか？台風は耐えられるんですか、これ？うん、耐えられるでしょ。へえ。ただ雨だね。雨が問題です、雨と風。ああ、うん、じゃあ台風と一緒じゃないですか、それは。
だけど台風風の大きさによるけりでしょうよ。台風だって10メーターあれば50メーターも吹くから。やっぱ風速10メーター超えてくるとさすがのおじさんも参っちゃうんですか。いや10メーターぐらい大事だ。それ40メーター50メーターってあれですよ。まあいろんな人間もいるからね、はい、中国人もいるし韓国人もいるんだろう、これは中には。まあこうやってお庭もあってで水門近くで魚を釣られたりもするんですか。いや魚は釣らない。で吉尾さんはじゃあここに住んで何年目になるんですか。ここでもう5年だね。5年ぐらい、ええってことは5年前にこのお家は建てられたんですか。もう俺台風が来たんですよ。台風が前、はい、台風が来て洪水が出たわけですよ、はい、そこはもう何もなかったわけ、はい、それで建てたわけ。これはあれかのれんみたいになってるけど。いやいやこれのれんじゃないですよこれ腐ってこういう風になったわけですよあ、ビニールが腐ってこういう風になったわけ。のれんみたいになったわけですか。で、あそこにちょっとした階段みたいのがあるじゃないですか。あれはのめり降りの階段です。ただなあれも吉尾さんがちゃんと作ったんですか。え、あ、そうです。で、床がこう上がってる作りになってるんですか。うん、そう、下がこれ水が出るからいいよ、うん、で、吉尾さん、うん、これはちゃんと木をこういう風に作って床を一段上に上げた理由っていうのはやっぱりだから水が台風で水が上がるって言ったでしょ、はい、それで上げてるわけだから。雨の対策でこういう作りを。洪水が何回もあったから。あ、ここは洪水でこの辺まで来たんですよ水が、はい、知らないですか。あ、水がここまで来た、うん、それでいやいや、ここまでこの時はないよ、はい、だけどここまで来た時に後から流れた後、はい、立てたからまた水が流れちゃっちゃ困ると思って高く上げたわけ。ああ、やっぱ高く上げたら水の被害は減ったっすか。いやまだ来てないからわかんない。あ、じゃあ流されるでしょ、おそらくこの木だとね。この木の足で、うん、流されちゃう。水の方が強いから耐えられる。これに耐えたらもう本物ってことですよね。そうですね、まだ来てないからこれ。じゃあちょっと楽しみではあるんですか。まあ楽しみってことはないけどね。楽しみではないけど。楽しみじゃないですよ。ただ俺流されりゃしょうがないからね。ここは夏はしんどかったんじゃないですか。だいぶ日当たりがいいですけど。いや蚊がいて。あ、蚊がやばいですか。暑いのはいいけど蚊に参ったんですよ。タヌキだとかそういうのもいるんですよね。いる、何でもいるよ。そういうの襲ってきたりとかもするんですか。タヌキは襲わない。タヌキとかハクビシンとかいっぱいいる。アライグマとかもいる。アライグマいっぱいいる。野犬とかそういうのもいるんですか。え、野犬は今いないでしょ。どこ行って畑の中をねちょっと撮らせてほしいんですよ。要は何、それ何、そんだけですよ。あの見たい見たい人がいたでしょ。じゃあちょっと撮っとくれよ。じゃあこれなんで撮る、こんな汚いところ。えぇ、ー、吉尾さん、この中は、うん、これだいぶ広さは結構ありますよね。だから20ぐらいあるでしょ。電気はつくんですか夜。電気はないですよ、こんなの。懐中電灯ですよ。真ん中にテーブルがあって、で奥に寝られてる、うん、そういうことです。なるほど。で、うん、これが玄関ですよね。うん、まあ、ここは玄関だよ。これだね、ここ足の上は入れるから。で、ちゃんと鍵もある。鍵もある。これはちょっとした窓ですか。これいや、これはこれあれに引っかかれたんだよ、ハクビシン。あ、ハクビシン、ここまでやるって言うんですか。そうそう、これもみんなそう。へえー、じゃあこれもハクビシンやられた後ですか。そうそう、だからガムテープ貼ってんの。あ、中に入られてんだよ、これ、この中へ。中にも入ってくるんですか、ハクビシン。入るよ。へえー、うん、こんなの取ったって意味ないでしょ、こんなゴミだらけじゃ、これ。玄関はこうコンパネみたいになってて。そうそうそう。ってことは、うん、寝床が2つあるんですね。だから前のが壊れちゃったからこっち作ったわけ。あ、じゃあちょっと拝見させてもらいます。拝見させてしまうやん。まあ言ったらこれは足の踏み場もない状況ですね。そうだね。うん、そういうこと。やっぱ段が高いからこっちの方は、うん、あれですか、ハクビシンたちもなかなか来れないですか。いや、結構だからこういう網や網をね、はい、入れるように貼ったわけだよ、これ。あ、それはハクビシンたちの対策のために。そうそう、このまま開けておいたら、人間なんか何も来たって、何も金も何もねえんだからね、はい、人間が泥棒入ってって、ただハクビシンは中入って食い物の場にぐちゃぐちゃされちゃうから。あ、それでこれ網を貼ってるわけ。夏場来たんだよ、去年。
遊びに来たんですか、ハクビシンが。遊びに来ないですよ、食い物食取り来たんですよ。これはあれですよね、言ったら階段。まあ階段でしょ、登り降りた。これがあるからハクビシンは入ってきちゃうんじゃないですか。いやいや関係ないですよ、ハクビシンってどこでもあれ猫と一緒だから。ああ、これぐらいだったらもう平気で登ってきちゃうんですか。でこの穴、隙間ちょっと開けたらそこ入って血だらけになってるの、向こうなんか。じゃあ起きたらハクビシンが横にいるってこともあるんですか。いやそれはないや、横にはいるってことないけど。天敵っていうのは人間よりも、いや、に、まあ、人間は そんだね。ハクビシンたちが、うん、ハクビシンとかあれあれがなあんなけもうなんてもう一匹あれタヌキ、タヌキとね、アライグマとか。アライグマ、そう。ああ、アライグマ知ってるんですか。じゃあ何、起きたらドア開けて、朝起きてドア開けたら、ハクビシンたちがいるってこともあるんですか。いや、それはいない。やっぱり奴らは夜で。いや、夜行性だから、昼間は出てこないからね。じゃあ夜は、こう、おちおち寝てられないと。まあ、ね、そんなことないけど、雲の周りを置いたらダメだよね。なんか物音ガサガサってしたら、もう起きてって、ちょっと逃げちゃう。ああ、もう威嚇ですか。うん、逃げる。ヨシオの威嚇で、うん、ハクビシンたちを追い払う。うん、うん。ちなみにヨシオは、ハクビシンに噛まれたりとかそういうことはあるんですか。そういうのはないですよ、逃げるから。あ、人間の姿を見ると。ハクビシンってのはこんなもんだからね、猫の倍ぐらいの大きさだから。あ、人間を見たら逃げるから。で、洗濯もちゃんとこうやって干して、ちゃんと洗濯を干して。これからね、冬で寒いと思いますけど、ここでじゃあ正月を迎えるってことですか。そうですよね。正月は特別な、なんかこう特色だったりそういうのあるんですか。餅を食ったりとか。いや、あれは持ってきて、キリストが回ってるんでしょ。あ、そうなんですか。うん、いろいろ回ってくるんですよね。あれは、あのストラがほれ、いろいろ飯とかなんかをね、はい、くれるんですよね。吉尾さんは収入は勘だけ。あ、三夜にて日払いやってるんですよ。日払いの仕事の内容っていうのはどんな内容なんですか。いや、それ いろいろだけ、内容さって、スコップ持ったり片付けたりいろいろですよ。あ、土木作業みたいなのをやって。まあそうだよね、いろんなね、いろんな仕事あるから。吉尾さん、じゃあこれ最後にみんなに聞いてるんですけど、はい、吉尾の将来の夢っていうのは。夢はもう将来の夢したってね、それはいつまでもここにいたくねえけど、しょうがねえからいるだけであってね、それだけですよ。もうちゃんとしたアパートとかそういうのに、うん、行きたいなっていうのが。それは多少はあるけどね、もうしょうがないからね。でもやっぱりここで最後生涯を終えるっていうのは、うん、それはないでしょ。ここじゃ死んでないでしょ。そうですよね。こういうとこじゃね、やっぱり畳の上じゃねえとね。やはり畳が、まあね、いくらなんでもここじゃまだね。やっぱり最後は畳の上で行きたい。うん、畳の上になるかどこになるか分かん、泥になるかそれは分かんないけどね。土手だけは嫌だと。そうだろうね、誰でもそうじゃねえの、うん、ね、人間は。じゃあれですか、仕事しながらお金を貯めて、いずれは、アパートだったり。いやいや、金は貯まんないよ、俺なんかギャンブル好きだから貯まんない。やはりあのホームレスの人たちはみんなギャンブルをされるようですけど、ギャンブルでじゃあ例えば今まででかいの当てたりしたことはあるんですか。まあでかいのって大したことないよね。どんぐらいですか、最高当てたの。吉尾さん、これ。いやいや、タバコ吸わねえんだよ。タバコやめたんだよ。ああ、そうすか。いや、金がねえからね。じゃあ。いや、すまん、すまん。吉尾さんは、以前結婚とかされてたんですか。いや、そういうことし、全然やってない。もうじゃあ、ずっと一人で。大体一人だね。うん。今ここで一人で生活されてて、寂しくはないですか。それはないね。あ、気楽でいいと。気楽、まあ、もう気楽ってのはもう何十年もやってんだからね。ああ、それは何十年もやってるからあれだけどね。これはあれですか、缶集めるときに使うんですか、やっぱチューブを。もう締めるからね。ああ、缶を、うん、あの、そうそう、首じゃないですよね、首を締めるやつじゃないですよね、これこれはこれって首つりになっちゃった。いや、ゴムだから大丈夫ですよ。あ、伸びちゃうか。伸びちゃうか。死にきんねいや、元気でいいっすね。いや、死にきんないですよ。このようにね、つとむ、はい、ミスターつとむも、もともと暴走族から暴力団で、ヤクザの足を洗って、これから缶を集めて生活をしようって今、
第二の人生をな、はい、しっかり歩もう、うん、歩もうとしてるわけだろ。はい、パンをやるの？ん？パンやんないじゃん。缶はさ、今やってます。始めたんですよ、缶は。缶は結構金になりますか、やっぱり。いやならない。だってこれね、やたら、いや取るにもね、はい、周りの近所とかあれがあるからね、あの自治会が回ってくるからね、いない時に取らなくちゃなんねえから、大変な大変なんですよ。自治会の隙を見て缶を取る。そうそう、隙を見てやるからね。なるほど。暗い位置やるとこはね、いろいろ大変なんだよ、あれもね。敷地に入ったらうるさいとか、そういうのもあるんですか？それマンションの敷地内にあるからね。そこが俺いないなと思って去ってやるからね。なかなか信じつかんですよ。イタチごっこと。そうだね、うん、置いてあるもんだけどね、泥棒になっちゃうんだから今はね。あ、ダメなんで。やっぱ吉尾さんは過去にそういう泥棒とかそういう経験もあるんですか？いや、泥棒はやらねえな。他はどんな悪さをしてきたんですか？あ、泥棒か。泥棒やってるわ。泥棒やってんだこれね。どんなものを盗まれてたんですか？いや、電線だね。あ、電線は根がいいからね。電線だったり銅線だったり。うん、そう、まあ、そうだね。じゃあ缶なん、缶なんかを集めるより。だから、ね、これ昨日で100円か200円のあれだからね。あ、電線ってなるとどんぐらいいけるんですか？昨日800円から1000円したからね。電線ってのはどこにあるんですか？いや、電線ってなんで倉庫とかなんかから 入ってる。あ、ってことは、うん、倉庫に夜忍び込んだりして。そういうことですよ。そういう話を、うん、やっぱり我々はちょっと聞きたいんですよ。興味がある。だけど私はそういうのはあんまりね、話すとこれ、まあ、昔のことだから、もう言ったって時効だからね。そう言うけどね、はい、例えば小村さんいたって時効になってから大事だけどね。やっぱり我々が体験したことのないような、うん、そういう悪い、ね、あれですか。じゃあやっぱりそういうことで御用になったこともあるんですか？いや、御用はなったことはないですよ。それは俺は長くやらねえから。悪いことはちょこっとしかやらねえの。普通の人みんな長くやるでしょ、はい、そう、みんな御用になっちゃってんだよね。じゃあ御用になる前にまた上げて、そうそう、引き上げて、そうそう、引き上げちゃうわけで、ちょっとほとぼりが冷めた頃にまたやるとか。なる、うん、連続やるとね、絶対触んない。分かってんだあれね。あ、うん、まあ、その辺はやっぱり怪盗よしおと言われたあれですか？そうだね。まあ、ね、じゃあやっぱり中には、うん、数々の盗品が眠ってると。いや、全然なし。あ、本当ですか？これは昔の話言ってんだよ。今の話だったら言わないよ。言えないですか？本物プロは言わないですよね。本物のプロってなったらやっぱり言わないでしょ。そんなことは言わないでしょうね。それは過去ね、30年も40年前のことだったら言うかしんないけどね、はい、じゃあ今までこう盗まれてた中のもので、うん、一番これはでかかったっていうのは？いや、それは俺だから盗みはやんないでしょっすね。電線だけで終わりだから。あ、空き巣とかそういうのはされないんですか？そういうのやらねえ。なんかダイヤモンドとか。ああ、そういうのはやらねえな、うん、じゃあ電線が主にメインと。そうだね。で、それを常にあの電線で得たお金でギャンブルに回すと。そうだね、うん、で、最終的には、うん、そのギャンブルで電線を元手に作ったお金っていうのは残ってるんですか？うん、ないでしょ、誰だって。そんな何十年前の飯食うだけで終わっちゃうでしょ。食うだけと飲むだけでね。あ、うん、酒はいまだに飲まれるんですか？酒は飲みますよ。先ほどそこに見たらあの鬼殺しが、うん、ぶん殴ってんでしょ多分、はい、うん、やっぱり鬼殺しがやっぱり皆さん好きなんですかね？安くてかしら、安いから。安くて効く。安くて効いて、これ懐の具合でしょ。ああ、なるほど。金いっぱい持ってればね、なあの普通のね、大寿司かなんかのね、あれ飲むでしょ普通は。中にはやっぱり電線が隠されてる。いやいやいや、今やってないっすけど。電線なんか入ってから中取らえすかって言ったんじゃねえの。そういう俺は、いや、そんな興味ないっすよ。権利がないから。ただね、私が興味あるのは、うん、その中に盗品があるとかじゃなくて、うん、ホームレスの方のお家の中がどうなってるのかっていうのが、うんうん、やっぱり気になり。だから何にもないでしょ、うん、そんなもんだから。汚くしてるんだみんな。あ、ピシッとね、綺麗な人はいないよ。あ、そうですか。これを寝てる人だったらちゃんとね、布団があって、はい、ベッドみたいにピシッとしてね、はい、敷布が綺麗に洗ってね、そんな人はいないよ。大体風呂が入んないでしょ。大体1週間も10日も500円も風呂かいたら、缶やってたら合わないでしょ。500円も缶なんかいい、そんな集めないと500円にならないんですよ。吉尾さんは
じゃあ最高どれぐらい風呂に入ってないんですか。最高は入りしたってそれは四五日だよ。あ、やっぱりそれ風邪ひいた時で5日ぐらいだね。じゃあ普段は3日に1回ぐらい、3日ぐらい、2日に1回か3日に1回が入るのが理想なんだよ。この辺だと銭湯に行かれるんですか。いや、俺もこがしの方がもこがし行くから。あ、なんかこだわりがあるんですか。風呂にも露天風呂がいいとか。こだわりはないけど、俺向こうから仕事の帰りとか、仕事向こうが出入りしてるから。なるほど、うん、で向こうの方が近いでしょ、こっち銭湯は。いろんなホームレスの方のお話を聞いてきたんですけど、やはり皆さん3日、2日、3日に1回はちゃんとお風呂に入られてるみたいですね、うん、そりゃそうだよ。それ以上入んなかったらもう赤だらけで、昼も来たってね、新しいの来たってすぐ首が汚れちゃうでしょ。あ、だから一緒ですそりゃ、うん、なるほど。それに比べてダーマさん、はい、家に風呂があるのに、はい、だって体なんて1年以上洗ってないって言ってたでしょ。はい、歯に関しては30年磨いてないって、はい、だ歯がない人はいいけどね。吉野さんは歯が綺麗ですもんね。もう俺はもう歯がしょっちゅう磨いてるから、うん、あ、ダーマさんは歯がないから歯を磨かないっていう理由なんですか、うん、まあそれもありますね。他にはどんな理由があるんですか。多分それが多分一番の理由だと思う。ない理由は。でも以前は面倒くさいから、うん、まあそれもあるし。でも歯を磨かないから歯がなくなったんじゃないですか。まあ多分それもある。それが多分一番の原因だと思う。いや、あれコーヒーが悪いんだね。あ、コーヒーですか。あのね、コーヒー飲んで歯磨かないとみんな前歯からみんななくなっちゃったら。俺は昔は若い時はコーヒー飲まなかったから。でもミスターツムはこの間の話ですと、はい、ヤクザをやってる時に焼きをもらって歯がなくなったって言ってたんですが、うん、まあそれも一理あります。お、なるほど。じゃあ吉尾さん、今日はどうもありがとうございました。はい、何を釣りされてるんですかね。ブラックバスも釣れるのかな。主にうなぎが多いよ、ここは。へぇ、向こうでうなぎ釣ってるの見たもん。やんないですか、吉尾さんは。うなぎ、いや、やんない、面倒だしよ、そんな。ああ、うん。